羽子板飾り羽子板は長方形で柄のある板。羽根付きに用いる競技用の羽子板と飾り羽子板に分別できる。羽子板売り場。明治、大正期室町時代の文献、科学集に正月に羽子板を用いたという旨の記述があり、これが文献における羽子板の初見だと言われる。小木板とも呼ばれ、羽子板で付く羽根を小木紙と言い,い、 顔を食べる影楼に似せて作られていた。なお、科学集よりも十二年古い、関門日記には、正月五日に、宮中で、古希の小勝負をしたとの記載がある。古希のことは、羽子板のことだという。当初は、羽根付きの道具として用いられたが、徐々に、役払いとしても使われるようになり、魔よけとして正月に女性にあげる習慣もこの頃、できたとされる。江戸時代に入ると、 歌舞伎役者などをかたどった教え羽子板が流行し、元読期以降になると遊びの道具として定着した。伊原西閣の世間宗山用に正月に羽子板が江戸の市場で他の正月用の玩具と共に売られていたという言及がある。その後種類が増加し、金箔、銀箔を施した高級品も現れ、幕府がカビの羽子板の販売を禁止したり、製造について、 制約を課すなどの干渉をすることもあった。文化、文青年間になると、教えにより、人気俳優などの有名人を肩切った羽子板も登場。明治時代に入ると、新たな技術が応用され、羽子板の種類はさらに増えた。現代においても、羽子板は運動、遊戯としての羽根付きに使われる、実用品と、薬余計や美術品の両方が作られている。アメリカで、 試験販売が好評だったことから、欧米への輸出を目指す製作会社もある。江戸教えはご板は、東京都により、伝統工芸品に指定されている。戦争寺はご板市毎年12月17日から同19日まで行われる行事。江戸時代から現代に至るまで戦争寺で開催されており、毎年大勢の客が訪れることで有名である。教えはご板の産地としては、 埼玉県春日部市と埼玉市岩月区が有名。また、2012年から9月が参加し、その年に話題となった人物を素材にした、変わり羽子板を作成、出展している。ありがとうございます。